最初1杯ずつ頼んで、あと、ペアリングやってみます。はい、はい、最初どうしましょうか。スパークリングワイン一応あのペアリングのもの出てくるんですけど、おビールとかで販売されますか。はい、はい、そうしました。この方だけに来ていただきまして、大先輩、後輩と笹島シェフと早川シェフとご一緒させていただけるなんて、あのこんな機会はございませんので、あのどうぞ皆さん今日はご一緒になされてください。サルテ、サルテ、サルテ、よろしくお願いします。おはようございます。食事前にグリシーニをこのままで召し上がっていただきますので、たくさん取っていただいても大丈夫なので、はい、うちはこれも考えられてグリシーニ結構折れやすいので、失礼いたします。まずはトースティーニーの盛り合わせでございます。メニューと照らし合わせてぜひ召し上がってみてください。こちらはベンガの早川が担当したお盛りでございます。今もったらなんでご飯食べに行かへんかったんやろ。いつの間にか、まあ、僕もあれよあれよ、やからこう焼き取れなくなったんで、伝わる、まあ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 、メニュー書いてめっちゃ回ってるね、はい、こちらがパンなんですが、蓋を開けていただいて温かい状態で召し上がっていただけますので、お好きな時に開けて召し上がってみてください。パンサパッツァがイルギョトネさん作っていただいたものと、で四角用がアネというナネ工人にあるパン屋さんに、はい、作っていただいたブリオッシュでございます。左側に行った、そうですね、まっすぐ行った、黄色いのまっすぐ、あ、そうそうそう、そうそう、最近そこが、え、6人かも投げられてた、どこを超えてて、うん、続いてのお料理、あの落合シェフ、こちらのアワビと、タコ、柔らかく仕上げまして、それからこうイタリア産のタラスミのパウダー、ベースには少しこうジェノベーゼの、ソースを絡めてご用意させていただきます。うまっ、うわ、うまっ、うん、優勝うまっ、うん、あー、いい、いいですね、しましょう。タコも喜んでますですよね、はい、他のライトも見ますよ、うん、めっちゃ飲んでありますもんね、大好きなんですよね。よろしく、はい、ではこちらが湯魚トネの笹島シェフの料理でございます。サーモンのコーヒーですね、低温でゆっくり加熱した柔らかいサーモンと、フラット、上には乾燥させた表面を合わせてございます。5、6ポイントと勉強されてるわけですよ。細かい方が多いですけど、すごいですね、金額何でしょうかね、ひたすら魚の話、ずっと目黒のサンマの話してる。追いパスタね、見当たらないんですよ。見当たらない。追いパスタってな。テーブルのパスタがご用意できます。ありがとうございます。パスタはこちらはね、落合シェフのスペシャリティ、落合シェフなの、たっぷりの生麦とクリームを合わせたお酒です。ハハハハ。
はい、はい、え、それは私がシェフが担当しましたお料理です。オマール海老丸ごと一匹使った、リゾットでございます。濃厚なリゾットとなっています。そうだな、うん、これ米よりオマール海老の方が多いんじゃないですか。じゃあ家の近所とかもあるし、飲んでたんでしょ。ストーリーで見ましたよ。じゃあもうできんなかったできる。仕上げの何がしてる。お釣りいたします。いいニュース、いいニュース。おいにが入ってますか。おったらおいにが。お待たせしました。ピザ。いただきます。だからアゲッティね。それはビビるな。一緒にしか聞いてない。9月行った？9月行ったよ。1回だけ行ってほしいな。ヒーヒー言わない。30分でも近いな。いや、時間の半ぐらい。デザートの絶対美味しいです。では、デザートは右の手前から、ベーダー特製のクリームと時計回りに自家製チーズとチーズトンネルになっております。秋田貝チーズのソルとこちらミルクのソルベル。おいしそう。ベーダーでもプリン有名っすよ。うまっ。こちらもちょっとコーヒーと一緒に。今回はアサリベースも。ベースやったら逆に。確かに。SNS の時やかもしれないから。まあそしたらハマっちゃって。誰見たの？見てる。ああ。マーケティングみたいな。はいはいはい。なるほどなるほど。するんですね。そう。はい。押しに投げるんです。押し活をするから。ありがとうございます。